コンサートホールではスポットライトが私の目を焼いてしまって、みんなの顔は暗闇に沈んで見えないけど、でも私の目の中にはたくさんのみんなの顔が浮かんで見える。昔の友達や昨日初めて出会った友達や、いろいろなみんなが浮かんでくる。私は私の中でどん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 歌いたい気持ちが膨らんでくる。コンサートの朝、ベッドの中で私の心はドキドキしていて、まるで恋人に会いに行くような、そんな気持ちになってしまう。今日はうまく喋れるかな、うまく答えられるかな、うまく歌えるかな。さあ、起きなくちゃ。日清パワーステーション。こんばんは、渡辺美里です。今夜の日清パワーステーションですね、私のライブをお送りします。まあとりあえずすごい覚悟で行かないと乗り遅れてしまうというか、ついていけなくなってしまうというぐらいにすごいボルテージの高さから始まってますから、そのつもりで皆さん楽しんでほしいです。美里さん、こんばんは。こんばんは。本当にまんまる夢ですね、今夜はですね、この目をパッと開いて11月15日の慶応大学日吉校舎にあります記念講堂で行ったコンサートから、キャンパスライブならではの熱気あふれるステージの模様を聞かせていただくわけですが、美里さんのライブが電波に乗るのはこの日清パワーステーションが本当に初めてなんですってね。そうです ね、みんなの声も入ってっていうのは全く初めてですけど、はい、もう武道館のソールドアウトということで、本当に行きたくても行けないって残念なお客さんもいらっしゃるんでしょう、でもね、放送って全部に聞こえますでしょ。そうですね、その熱気がどれだけ伝わってくれるかなと思ってね、あれしてますけど、大丈夫の前で正座しちゃったりしてでも絶対大丈夫ですよ。あの6000人以上のお客さんの熱気と美里コールは絶対電波に乗っても冷めないと思います。そうですね、FM ですしだってさあ、それでは美里さん、もうどういう感じで聞いたらいいですか。そうですね、もう最初に言っちゃいましたけども、とにかくライブですから腕を組んでは見てられない、見てられない、聞いてられないと思うので、はい、楽しんでください。日清パワーステーション。この番組は美味しさは世界の言葉、日清食品の提供でお送りします。
気分だね。暴れてた人は一緒に歌ってください。Okay.
雲なく寒くもない昼下がりの白いテラスでペーパーバッグのミステリー読むのがとても好きよ。綺麗なバラの花びらすぐに忘れてしまうけどトゲの刺さった指の傷いつまでも残ってる。こんな気持ちになったのは初めてのこと。 For the first time in my life I need somebody just hold me。 セロリもちゃんと食べなさい夜更かししないで眠りなさい。いつものままの口癖あなたとなら変わるかも。壁にかかったフィビスのポスター微笑んでる。こんな気持ちになったのは初めてのこと。 Don't say how much I need you I say to you all my lifeI'm not afraid to die.
5000、6000人の息遣いを感じました。どうもありがとう。今日はうまくいった。気持ちいい。最高。お疲れ様。私も声に出してみる。いい日でした。ファンから見れば今すごい勢いでビッグアーティストへの階段を上っている美里さんですが、ご自分ではそんなことこれっぽちも考えていない、そんな感じがしました。夢を手に入れるためならたやすく泣いちゃいけないっていう歌の通りに、自分のやりたいことに向かってひたすら走っている、そんな姿が感じられました。その渡辺美里さん、この後のスケジュールですが、あと一月ほどステッピングナウと題されたツアーがありまして、年が明けてからそのツアーのスペシャルとして1月から2月にかけて大阪、名古屋、そして東京は武道館ということで締めくくるということです。今夜お送りした曲は18歳のライブ、A Happy Ending、 見つめていたい、素敵になりたい、 Eyes、 Step in Now、 Believe、 Long Night。 以上、渡辺美里さんが11月15日慶応大学日吉キャンパスの記念講堂で行ったライブからお聞きいただきました。さて、来週の日清パワーステーションはいよいよ山下達郎さんが登場します。東京湾を望むプライベートスタジオから未発表の曲やアカペラを交えたライブをたっぷりお楽しみください。ご案内は宮崎のり子でした。それではまた来週。日清パワーステーション、この番組は美味しさは世界の言葉、日清食品の提供でお送りしました。